12レース2次予選 A1 着になりました茨城の吉田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は細切れ戦で、まあ、関東 3勝でしたけども、作戦だとはどういう風に。あ、まあ、とりあえず前で取って、そこから、まあ、ちょっと臨機応変に走るって感じで。今脇本さんが、まあ、抑えに行ったところ、あそこっていうのは持たさせるような、もともと判断だったんですか。あ、多分どっかのラインが先切り来るんじゃないかなと思ってたんですけど、脇本さんが普通に切りに来たんで、多分それで、まあ、次は脇本さんなら出させてもいいと思って多分突っ張った、出させたと思うんですけど。でも北井選手が先行する形になって、はい、あのフォームあたりからあの3つ並走になりましたけども、あの辺っていうのはどういう風に見られたんですか。 あ、まあ、あそこ多分間違いなく次追い上げるなと思ったんで、うん、まあ、あとは離れないように、まあ、松井平太もすごいやってたんですけど、うん、僕も、まあ、位置守ろうと思って、はい、頑張りました。でバックでは清水選手の後ろを松井選手が、はい、追走して、で、ね、はい、松井選手の外ちょっと膨らんでるところを、まあ、最後打ちましたけども、はい、あの辺りはどう見えられましたか。まあ、松井外行ったんで、うん、あの その外行くのは厳しいなと思ったんで、うん、打ち合いしてたんで、そこをうまくつけたかったです。そのあとは深谷選手のブロックと清水選手の動きも見ながら。そうですね、 あの、まあ、あとは清水さんが置いてこないことを祈りながら入ってたんですけど、うん、まあ連日万全戦でしたけども、伸びてるように感じますけども、状態としてはどうでしょうか。あ、そうですね、昨日より今日のがちょっと自転車とかちょっと点いじったのがいい方向にいました。もうその辺はもう今気になるところはないですね。じゃあもうしっかりと休んでっていう感じで。そうですね、はい。まあ、松木選手、お地元戦でしたけど、なんかいつもと違う感じとかはありました。はい、いや、多分いつもよりかなり緊張してる気合、はい、気合も入って緊張もしてる。そうですね、はい、分かりました。はい、まあ、吉田選手としても、はい、地元地区のビッグということで、準決勝、はい、それから見る最後、意気込みをお願いします。はい、あの決勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。